にちは、はるかです。今回もご視聴ありがとうございます。今回はこちらです。ファルコンですね。ちょっと最近の SNS でちょっとつぶやいたんですけども、なかなかちょっと再販の話が出てこないファルコンなんですけど、ちょうどこのバスタブシャシー使ってるモデルで、あの派生のなんだっけ、ブリッツァービートルとかはあのめちゃめちゃ出てるんですけど、ファルコンとあとそのあれですね、ブリッツァービートルの写真ベースのベアホーク、この2台がなかなかあのお呼びがかからなくて、少し特殊な、今でいう特殊な足回りをしてるモデルなんですけど、フロントがダブルウィッシュボーンですね。すごいですよね、これ。あのアッパーロアのとこ、あのど真ん中にシームウェイダンパーの刺さってるんで、一番あのなんだろう、ねじれがなくて綺麗な感じなんですけど、そうこれねちょっとドキも抜きますね。でリアなんですけど、リアがこのトレーリングサスペンション、トレサスって言われるやつで、ここにあのボルトが刺さってまして、ここを軸にリアカーみたいな感じで上下するんですよね。これもなんだ、ワイルドワンとか最近でいうその BBX とかだいぶね、ちょっと時代が進んじゃってるんですけど、いまだにあの新規で使ってもらえるようなメカニックですね。はい、この時代のバギーってあのファルコンとかもそう、ファルコンとかフォックスかもそうなんですけど、ほぼ一台一台専用設計のサスペンションなんです、あのシャシなんですよね。でまだあの DT ホニャララみたいなあの専用の型番なんてなくて、ファルコンのシャシ、フォックスのシャシみたいな、アバンテのシャシみたいなね、そうそんな感じで言われてた時代です。黒と赤でなんかちょっとね、男子が好きそうなかっこいいカラーですよね。個人的にちょっと横浜のアドバンカラーみたいなね、そんな感じもするんですけど、まだね CDA とかカストロールとか K&N とかね、あのリアルなスポンサー使ってた時代です。はい、ね、一応ホイールもこれグラスホッパー2で後にも使われてるんですけど、あの軽量タイプの専用のワンピースですね。これの前のオフロードタイヤがあのバギーチャンプとか、あバギーチャンプじゃねえや、あのファイティングバギーでしたっけ、スーパーチャンプとかそこら辺で使ってたワイルドワン、サンドスコーチャーだなんだ、ワーゲンオフローダーとか、はい、そこら辺の3ピースのやつから1ピースのちょっと台形のタイヤになったんですよね。ここら辺をあの新規に採用したやつで、フォックスまではいかなくてもホーネットよりは上みたいなですね。はい、値段も1万1000円とちょっと4輪 CVA ダンパー装備にしてはすごいお手頃な価格で、当時もねよく売れたのかなとも思うんですけど、なかなかねちょっと復刻がされないモデルなんですよね。はい、なんで復刻されないかっていうのもちょっとね、いろいろなサイトでも言われてるんですけど、ちょっとねブリッツァービートルじゃねえや、なんだっけ、ベアホークでこのシャーシーのこのなんかボルトで結成されてるんですけど、こっから先のフロントのサスペンションユニットと、こっから後ろのこのギアボックスと足回りの部分がこれ綺麗に3分割、3枚おろしってわけじゃないですけど3分割できるので、このシャシの部分だけ使われてフロントとリアが
新規にベアフォークで回収されたんですよね。でフロントは WH モンはそのままなんですけど、あのフロントもこのアームが伸ばされてハイスピード化した走りに対応したんですよね。でリア側もこの特徴的なトレサスやめてギアボックスからアームに生やした WH モン、まあスタンダードなやつに変わったんですよね。ちょっとあれだ、ブリッツアビートルがあるんでちょっと企画でお持ちしますね。はい、ちょっとね完全なオリジナルじゃないんですけど、よいしょ、ねえブリッツアビートルね今も人気ですよね。そう、ちょっと縦にしてみましょうか。そう、ちょっとね単純にタイヤが同じ寸法じゃないんで一概に言えないんですけど、だいぶワイドトレッドなってるんですよ。はい、リアもこんな感じでちょっと リアねちょっとアームがあさって向いちゃってるんですけど、そうですね。フロントは本当アームスパンですね、サスペンションのアームスパン伸ばされて本当ワイドトレッドになって、コーナリングでもハイスピードなコーナリングでもこけなくなったんですよね。でリアなんですけど、ちょっと先にブリッツァーの方やっちゃうと、この車種側から生やしてたロアームですね、このスイングアームのやつが取り付け穴がちょっとボルトナットで埋まってるんですよ。それで車種上からそのギアボックスと車種がボルトで連結させて、ギアボックスからアッパーとロアーをその生やす感じで生えてますよね。はい、まあ当たり障りのない四輪 WBC ボーン化しました。でそれに比べてとこちらですね、オリジナルの車種は、車種のこのボトム側にステーを刺してボルトとアームでやってます。でギアボックスがそのシャシ側から生やされて、そのまああれですね、はい、このドライブシャフトとちょっとね位置がオフセットしてるのでちょっと斜め後ろに行く感じなんですけども、はい、こんな感じので、専用な、まあ、当時ねありましたね、リアバンパー、はい、リアバンパーが採用されて、でちょっとね高い位置からマウントしてるシーブレーダンパーもこのちょっとね斜めっぷりがまたかっこいいんですよね。はい、ここら辺のカップとかドライブシャフトも専用パーツで、樹脂のエンジニアプラスチックですねをちょっと新規採用してちょっと実験的にやってみたみたいですね。ちょっとストロークが当時として多かったので、短いドッグボーンのプラスチックのやつなんですけど結構抜けて脱落したみたいな話も聞いてます。はい、ほぼほぼ前後が変わっちゃってる、今はねちょっと変わっちゃってるので走行性能が大幅に上げられた感じ。ファルコンからベアフォークになって、でベアフォークになってその今説明した回収がされて、でブリッツァービートルとかスタジアムサンダーとかスタジアムブリッツァー、そこら辺はそのベアフォークからこのビッグタイヤですよねに交換されて、ボディをクリアのポリカのトラック系に交換されてっていう感じの派生モデルになります。長くねこの車種部分だけは使われてるんですよね。
ホットショットとかブーメラン時代だと横置きマウントは変わらないんですけど、むき出しだったので、あのタイヤのあの跳ねた砂利とかで結構ビニールのバッテリー表面のビニールが穴開いたりとかズタズタになってたんですけど、完全にあのバッテリーもバスタブの中に入れられることになったので傷はつかなくなりましたね。はい。でそれにね、デザインがあの台形みたいな感じになったんですけど、それに合わせてファルコンもボディですね、ボディもこの横になったバッテリーを一緒に抱え込む形で、なんだろう、ファルコンはやぶさがこの翼のようなイメージですね。そう、とってもかっこいいと思います。はい。では今回、ファルコンでしたね。はい。確か86年とかそこら辺でしたね。だいぶ時間も経っちゃいましたけど、同じ写真ので後継モデルがガンガン出ててオリジナルが出てないっていうのがなかなかじらされてますが、ね、大人の事情があるのかですけど、実際ね、もうちょっとね、フロントのこのサスペンションの頭の部分とかアッパーですか、アッパーマウントのところがあのプラスチックでめっちゃ細かったりとかして、劣化で結構割れちゃってるユーザーさんが多いんですよね。そう、自分もあのスペアで何台分かはストックしてるんですけど、ちょっとねオンロードたまに走らせるぐらいで、ちょっとジャンプとかはほぼ自殺行為なのでやれないんですけど、でもこの性能で一回ねちょっとサーキットも走らせてもらったんですけど、ダイレクトのサーボの割にはすごくしっかり切れたんで、こうあのハンドリングも軽快だったので、ぜひ、しがらみなくサーキット全開で走ってみたいですよね。ちょっとここら辺もね、2024年でホットショット2とか、ホットショット系の写真と、あとはサンダーショット系の写真が出きったのかな、まだあとにもあのアスチュートとかそっち系もあるんですけど、大きなニュース欲しいですね、そろそろ。ちょっとおいおい、ね、個人的にはあの楽しみ、再販楽しみにしてますので、皆さんもちょっとね楽しみに待ちましょう。はい。では今回の動画は以上になります。ではなんだ、楽しんでいただけましたら、グッド評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございました。